どうやらこの先にあるみたいだね。どうしたの、エステル。よし、決めた。境遇云々は関係ない。人のものを取るのは悪いこと。見つけたらきっちりお仕置きしてやるんだから。悩んでそう結論するのがエステルらしいっていうか。とりあえずお手柔らかにね。どこに行ってたのよ。もうクローゼお姉ちゃんすごく心配してたんだからね。まあいいじゃんか。おかげですっげえものが手に入ったんだからさ。なんなのクラムちゃん。見て驚くなよ。のんきそうな姉ちゃんからまんまと拝借したんだけど。誰がのんきですって。え、げっ、どうしてここに。ふふん、ブレイサーを舐めないでよね。あんたみたいな悪ガキがどこにいるのかなんてすーぐに分かっちゃうんだから。くっそー、捕まってたまるかってんだ。ほら、待ちなさい。お兄さん、どうなっちゃってるんですか？クラムちゃん、また何かやったの？騒がしくしちゃってごめんね。ちくしょう、話せ話せってば。児童虐待で訴えるぞ。なーに、しゃらくさいこと言ってくれちゃってるかな。私の紋章さっさと返しなさいっての。オイラが取ったっていう証拠でもあんのかよ。証拠はないけど、こうして調べればわかるわよ。やめろよ、くすぶったいだろ。エッチ乱暴女。ほれほれ、抵抗はやめて出すもの出しなさいっての。ジーク、今の。その子から離れてください。それ以上乱暴するなら私が相手になります。あら、あ、さっきのマノリアでお会いした。何にもしてないのにこの姉ちゃんがいじめるんだ。
何が何もしてないよ。私の紋章を取ったくせに。へ、だったら証拠を見せてみろよ。あ、くすぐるのはなしだかんな。いや、また会ったね。あ、その説はどうも。すみません、私てっきり強盗が入ったのかと思って。それでどういった事情なんでしょう。クローゼお姉ちゃん、そんなの決まってるわよ。どうせクラムがまた悪さでもしたんでしょ。ねえお姉ちゃん、もうアップルパイできた？もうちょっと待っててね。焼き上がるまで時間がかかるの。この悪ガキ、乱暴女。まったくクラムってば、いつまで経ってもガキなんだから。アップルパイまだかな。なんだかややこしい事態になってるね。私もそんな気がします。あらあら、何ですかこの騒ぎは。テレサ先生、詳しい事情は分かりませんが、どうやらまたクラムが何かしでかしたみたいですね。失礼だな。オイラ何にもやってないよ。この乱暴な姉ちゃんが言いがかりをつけてきたんだ。誰が乱暴な姉ちゃんよ。あらあら、困りましたね。クラム、本当にやっていないのですか？うん、当たり前じゃん。エイドス様に持ち帰ますか？誓えるよ。そう、さっきバッジみたいなものが子供部屋に落ちていたけど、あなたのものじゃありませんね。え？だっておいらズボンのポケットに入れて。あ、やっぱり。見事な誘導ですね、クラム。もう言い逃れはできませんよ。取ってしまったものをそちらの方にお返ししなさい。わかったよ。返せばいいんだろ、返せば。おっと。ふんだ、あばよ。クラム君、大丈夫。頭が冷えたらちゃんと戻ってくるでしょう。それよりここで立ち話をするのもなんですね。詳しい話はお茶を飲みながら伺わせていただけないかしら。ですか。あの子も悪気はないのですが、いたずら好きに加えて無鉄砲で。本当にすみませんでした。保護者としてお詫び申し上げます。もういいですよ。紋章もちゃんと戻ってきたし、美味しいハーブティーとアップルパイでチャラってことで。ありがとう、エステルさん、ヨシアさん。でも本当に美味しいお茶ですね。町の酒場で入れてもらったものと同じような味がしますけど、ひょっとして表で栽培されているものですか？ええ、
ブの栽培は私の趣味のようなものでしたね。それを宿酒場のご主人がご厚意で仕入れてくださるんです。そうなんだ。さっき食べたアップルパイもすっごく美味しかったですけど。あれは私ではなくこの子が作ったものなんですよ。クローゼさんが？恥ずかしながら、先ほどは本当に失礼なことをしました。私、とんでもない勘違いをしてしまって。気にしなくていいってば。私もあの子を捕まえた時にちょっと荒っぽくしちゃったし。でもさすがにあの白い鷹には驚いたけどね。あ、ジークのことですね。あの子白ハヤブサなんです。白ハヤブサ、確かリベールの国鳥だったね。よく訓練されているみたいだけど、君のペットなの？いえ、私が飼っているわけじゃありません。仲のいいお友達なんです。はあ、すごい友達もいたもんね。そういえばクローゼさんってジェニス王立学園の生徒よね。なのにここに住んでいるの？いえ、私は学園の寮に住んでいます。あまり遠くないので休日などについ遊びに来てしまうんです。ご迷惑かとは思うのですけど。あらあら、迷惑だなんてとんでもない。あなたが来てくれるおかげで私もいろいろと助かっていますよ。子供たちも喜んでいますしね。テレサ先生、でもこちらに構えすぎて学園生活をおろそかにしないようにね。まあ、あなたに限ってそんな心配はないでしょうけど。はい、肝に銘じておきます。学園生活か。そういうのも一度は経験してみたかったわね。確かに教会の日曜学校は週に1回しかなかったからね。でも王立学園の入学試験はかなり難しいっていう話だけど。私には逆立ちしたって無理か。そんなことないです。遊撃士になる方がはるかに難しいと思いますよ。しかもその若さで私の方こそ憧れてしまいます。なんだかくすぐったいわね。遊撃士とは言ってもまだ見習いみたいなもんだし。一人前の遊撃士を目指して王国各地を回っている最中なんです。しばらくこのルーアン地方で活動することになると思います。だったら何かの機会にお世話になるかもしれませんね。あの子たちも喜ぶでしょうし、ぜひまた遊びに来てくださいな。お茶とお菓子くらいはご馳走させてもらいますよ。院長ってあったかい感じのする人よね。そうだね、お母さんって感じの人かな。子供たちにとっては本当のお母さんと同じですから。ジーク、待っていてくれたの？うん、そうなの。
悪い人たちじゃなかったの。エステルさんとヨシアさんって言ってね。あなたも覚えていてくれる？いい子ね。すごい。その子と喋れるの？さすがに喋れませんけど、何が言いたいのかわかります。お互いの気持ちが通じ合っているっていうか。へえ。相思相愛ってわけだね。はい。こんにちは、ジーク。あたしエステル、よろしくね。られちゃった。残念だったね。そういえばエステルさんたちはルーアン市に行かれるんですよね。うん、ギルドの支部で転属手続きをするつもりなの。そうしないとお仕事できないし。ルーアンのギルドでしたら私何回か行ったことがあります。よかったら案内しましょうか。あ、いいの？すごく助かっちゃうけど。君の方は大丈夫？すぐに学園に戻らなくて。はい、今日一日は外出許可をもらっていますから、夜までに戻れば大丈夫です。それじゃあ決まりね。ルーアンに向けてレッツゴー。あの子たちも喜ぶでしょうし、ぜひまた遊びに来てくださいな。何もない場所ですけど、お茶とお菓子くらいはご馳走させてもらいますからね。クローゼお姉ちゃんのアップルパイは最高なの。いくらでも食べちゃうの。うちのクラムが迷惑かけちゃってごめんなさい。あの子ったらいつもあんな調子なのよ。困ったものね。エステルちゃんとヨシアちゃんもまた遊びに来てね。遊んだらダメよ。魔獣に襲われたらどうするの？オイラ、クローゼ姉ちゃんにどうしても謝りたくってさ。何にもしてないなんて嘘ついたりしてごめんなさい。怒ってないから安心して。それに本当に謝りたい人は他にもいるんだよね。ギク、そんなことないもんね。ん？あなたがいい子なのは私よく知っているからね。ちゃんと謝ろう。クローゼ姉ちゃんの頼みなら仕方ないや。悪かったよ、遊撃士の姉ちゃん。ごめんなさい。私に謝りに来たんだ。
素直なとこあるじゃない。勘違いすんなよ。クローゼ姉ちゃんに頼まれたからだってば。大体な、遊撃士のくせに注意力が足りないんじゃないの。オイラみたいな子供に簡単に取られてどうするのさ。バイバイ、せいぜい修行しろよな。やっぱり可愛くない。まあまあ、ただの照れ隠しだってば。それにあの子の言う通り、注意不足だったのは事実だしね。修行が必要なのは確かだと思うよ。ヨシアはもっと可愛くない。エステルさんとヨシアさんってとっても仲がいいんですね。まるで本当の師弟みたいです。そうかな。面倒を見る割合から言うと姉弟っていうより兄妹だけどね。うん、失礼しちゃうわね。羨ましいです。私は一人っ子でしたから。だからあそこの雰囲気に憧れてしまうんですけど。え？あ、いえ。それではそろそろ出発しましょうか。このまま海岸沿いにまっすぐ行けばルーアンです。オッケー、それじゃあ行きましょう。Thank you.